皆さんこんにちは。今回の動画ではお題を与えるだけで人間の介入なしで自動で論文を書いてレビューまでしてくれる AI システム、 AI サイエンティスト、スマホとリアルタイムに会話できる Google の AI アシスタント、ジェミニライブ、日本式の漫画を作りやすくなった漫画制作 AI ツールアニフュージョンなど、ここ1週間の間にリリースされた最新の AI ツールの概要と使い方を紹介し、 AI 特化チップ搭載の Google Pixel 9シリーズ発表、 X アカウントを厳しく診断してくれる AI など、 AI 関連の最新ニュースをお届けします。それではよろしくお願いします。まずは AI サイエンティストの紹介です。日本初の AI 企業、さかな AI は、オックスフォード大学とブリティッシュコロンビア大学との共同研究により、科学研究のプロセス全体を自動化し、人間の介入なしで研究論文を生成する能力を持つ、オープンソースの AI システム、AI サイエンティストを発表しました。GitHub でソースコードが公開されています。AI サイエンティストを使うことで、テーマを与えるだけで人間が介入することなく、研究アイデアの創出から実験の実行、論文の執筆、査読までを自動的に行ってくれるとのことで、プロジェクトページでは実際に AI サイエンティストを使って作成したという論文を読むことができます。なお、 AI サイエンティストでの論文の生成にかかるコストは約15ドルと非常に安価となっており、この技術を活用することで、人材不足が指摘される日本の AI 研究分野において、生産性の大幅な向上と競争力の強化につながると期待されています。続いては、ジェミニライブの紹介です。Google は、8月14日に開催した新製品発表会、Made by Google にて、スマホとリアルタイムに音声会話できる AI アシスタント、ジェミニライブを発表しました。これは、OpenAI がすでに発表しているチャット GPT の GPT-4o に実装予定の高度な音声機能に似たような機能です。ジェミニライブは10種類の音声から選択可能で、ジェミニとリアルタイムに会話しながら、応答の途中で中断して特定の点についてさらに深く掘り下げたり、新しいアイデアについてチャットしたり、重要な会話の練習をしたりできるとのことです。なお、ジェミニライブは、Google の AI チャット、ジェミニの有料版である、ジェミニアドバンスドの加入者が利用できますが、この動画を作っているタイミングでは、英語版、Android スマホのみの提供になっていて、今後数週間以内に、iOS や多言語にも対応を拡大する予定となっています。続いては、アニフュージョンの新機能の紹介です。コマやセリフ、人物画像、背景画像などを生成したり、生成した人物画像の顔の表情やポーズを変更したりと、生成 AI を使って漫画を作れる AI ツール、アニフュージョンは、毎日のように新たな機能が追加されていましたが、この度、UI が大きくリニューアルされ、右から左に閲覧できる日本形式の漫画を作れるモードも追加され、画面の大半の箇所が日本語表記に対応しました。アニフュージョンは、ツールトップページから、Google アカウントなどを使ってログインするとある程度無料で利用でき、ログイン後の画面左上の3本線ボタン、プラスニューワークスペースボタンと押した後に出てくるポップアップ画面で、コミックワークスペース、右から左、ワークスペースを作成と押していくと、その先の画面で、小回りしながら、画面右側の部分で画像を生成して挿入しつつ、セリフを入れて日本形式の漫画を作れます。アニフュージョンは数ヶ月前にリリースされた時よりも、大きく機能が増えて、漫画が作りやすくなっていると思います。なお、サブスクプランに登録すれば、画像生成時に使えるモデルが増えたり、より多くの画像が作れるようになります。続いては、
キャットビトンの紹介です。中国の中山大学などの研究者らは、画像生成 AI 技術を活用したオープンソースの仮想試着ツール、キャットビトンを公開しました。キャットビトンは、画像生成 AI などで使われている拡散モデルという AI 技術を使っていて、従来の同様の手法と比較し、少ないパラメータ数と前提条件で優れた結果を達成できたとしています。キャットビトンのソースコードは GitHub で提供されていて、ハギングフェイスで無料のデモが公開されています。デモでは、パーソンイメージの部分に人物の全身画像をアップロードし、コンディションイメージの部分に試着したい服画像をアップロードして、トライオンクロスタイプの部分でアップロードした服画像をもとに、アッパー、ロワー、オーバーオールを選び、サブミットボタンを押せば、選んだ服を試着した人物画像が生成されます。2024年に入ってから、仮想試着 AI ツールは中国を中心に高品質なものが増えてきており、実際にオンラインショッピングなどでも使えるクオリティに近づいています。続いては、クエン2オーディオの紹介です。中国のアリババグループの AI 研究部門であるクエンは、音声認識チャットモデルの最新版、クエン2オーディオを公開しました。クエン2オーディオは、音声チャット機能、音声分析能力を装備し、日本語、中国語、英語など8言語以上をサポートしています。クエン2オーディオの 7B パラメータのモデルは、オープンソースとしてモデルデータがハギングフェイスで提供されていて、ハギングフェイスで無料のデモも用意されています。デモでは、パソコンのマイクを許可した状態で、下部のフォームのマイクボタンを押してマイクで話しかけるか、音声をアップロードして、サブミットボタンを押して音声でチャットできます。話しかけても中国語が返ってくる場合は、日本語で回答してくださいとお願いすれば、日本語で回答してくれます。続いては、クエン2マスの紹介です。アリババグループの AI 研究部門のクエンは、数学に特化したオープンソースの大規模言語モデル、クエン2マスを公開しました。クエン2マスは、1.5B、7B、72B の3つのパラメータサイズのモデルが用意されていて、チャットに特化させたモデル、クエン2マス 72B インストラクトについては、数学系の LLM ベンチマークで、OpenAI の GPT-4 を、アンソロピックのクロード 3.5 ソネット、Google のジェミニ 1.5 プロなどの最先端のモデルよりも優れたスコアを出していて、数学オリンピックなどの難しい数学の問題を解けるとしています。クエン2マスは、この動画を作っているタイミングでは英語版のみが存在し、ソースコードは GitHub で公開されています。なお、今後中国語にも対応予定であり、多言語モデルの開発も進行中とのことで、多言語モデルのデモが公開され次第、このチャンネルの動画で再度紹介予定です。続いては、ラバワンビジョンの紹介です。バイトダンスなどの研究者らは、画像と動画の両方を高度に理解する能力を持つオープンソースのマルチモーダル AI モデル、ラバワンビジョンを公開しました。0.5B と 7B、72B の3つのパラメータモデルが用意されていて、7B の方は各種ベンチマークでオープン AI のマルチモーダル大規模言語モデル、GPT-4V に匹敵する能力を示していて、72B の方は GPT-4V を超える能力を持っています。モデルデータはハギングフェイスで提供されていて、7B モデルの無料のデモも用意されており、デモでは下部のフォームの左側にあるクリップの部分から、単一画像、複数画像、動画のいずれかをアップロードし、フォームに画像や動画に対する質問を入力して送信すると、質問に答えてくれます。日本語で質問しても日本語で答えてくれましたが、中国語が返ってくる場合は、日本語で回答をお願いします。と付け加えると、日本語で回答が来ます。何度か試しましたが、画像、
動画分析能力ともに高いと思いました。続いては、コーディメイトのレディースファッション AI 診断機能の紹介です。株式会社コーディメイトが運営するファッション相談アプリ、コーディメイトは、8月上旬、ユーザーが自分のコーディネート写真を投稿すると、AI がファッションレベルを診断し、ダサいかどうかを瞬時に判定してくれる AI 機能、AI 診断機能がレディースファッションに対応したと発表しました。コーディメイトは、iOS と Android アプリが用意されていて、ストアからアプリをダウンロードし、アプリを立ち上げた後に、メールアドレスを登録してログインすれば無料で利用できます。AI 診断機能は、アプリ下部の診断するボタンをタップした先のページで、自分の写真をアップロードして、診断するボタンをタップ後に、しばらくして再度、診断するボタンをタップして、診断結果を見るボタンを押すと、ファッションが判定され、AI スタイリストがアドバイスをくれます。簡単に自分のファッションをチェックできるので、興味のある方は一度アプリを触ってみてください。続いては、ビデオドゥードゥルズの紹介です。Adobe の研究者らが2023年に発表した、動画に手書きアニメーションを簡単に追加できる AI システム。ビデオドゥードゥルズですが、ここに来てネット上で再度盛り上がっていました。ビデオドゥードゥルズは、既存の動画編集ツールでは表現が難しいような、手書きのアニメが動画のシーンの一部であるかのように見える効果を実現し、独自のトラッキングアルゴリズムにより、静止している物体や動く物体に手書きアニメを固定でき、カメラや他の物体との関係に応じて、様々な視覚効果を適用可能とのことです。ビデオドゥードゥルズのプロジェクトページでは、このシステムを使用することで、初心者でも12分ほどで短いアニメーションクリップを作成できたということです。なお、ビデオドゥードゥルズのソースコードは GitHub で公開されています。将来的に、プレミアプロなどの動画編集アプリなどに実装されれば、クリエイティブな動画表現の幅を広げることができそうです。続いては、リシンカーの紹介です。中国の清華大学などの研究者らは、音声と映像を高精度に同期させる AI 技術、リシンカーを発表しました。リシンカーを使うと、例えば、音声データとリップシンクを行いたい A という人物の動画を用意し、A の動画をベースにして、音声データをリップシンクさせる動画を作ったり、B という人物の話している動画を用意して、先ほど作った A の動画に話し方だけ反映させたりもできるようです。まだ論文とプロジェクトページが用意されているだけですが、デモなどが公開され次第、このチャンネルの動画で紹介予定です。ここからは、今週発表された AI 関連のニュースを簡単にまとめて紹介します。まずは、AI 特化チップ搭載の Google Pixel 9シリーズ発表の話題です。Google は、8月14日に新製品発表会、Made by Google を開催し、同社のスマホの最新機種、Pixel 9シリーズを発表しました。Pixel 9シリーズは、すべての機種に、生成 AI に最適化された新しいチップ、Tensor G4 を搭載しており、Google の AI 機能である Gemini に本格対応するスマホとなります。発表されたのは、標準モデルの Pixel 9、カメラ機能などが強化された Pixel 9 Pro、画面が大きな Pixel 9 Pro XL、折りたたみ式の Pixel 9 Pro Fold で、Pixel 9の 128GB モデルの価格が128,900円からとなっていて、各機種順次発売予定となっています。その他、スマートウォッチの最新機種、Pixel Watch 3、ワイヤレスイヤホンの最新機種、Pixel Buds Pro 2なども発表されました。続いては、X アカウントを厳しく診断してくれる AI の話題です。8月に入ったあたりから、ワードウェアという X での投稿をもとに、
そのアカウントを厳しく評価してくれる AI ツールが流行しています。ワードウェアはツールページのユーザーネームの部分に X のアカウントを入力し、ディスカバーボタンを押すと使え、大規模言語モデルを使って X 内にある過去の投稿データから投稿者の強みや弱み、性格などを分析してくれます。ただ人によっては有料ページに飛ばされてしまうこともあるようです。続いてはおしゃべり AI こともで認知症予防を実現の話題です。2024年2月のリリース直後から各所で話題となった音声会話型 AI アプリこともを開発するスターリー株式会社は、横須賀市と連携して認知症予防サービスの実証実験を開始したと発表し、 AI との会話によるシニアの認知症予防と家族間コミュニケーション活性化を目指すこともの技術を活用した新サービスの開発に着手したとのことです。今後横須賀市との連携を通じて市内外での利用の拡大を進めるとともに、販売協力企業と連携して民間施設や個人での利用も可能にする予定ということです。この取り組みは高齢化社会における先進的な AI 活用の一例として注目です。続いては NVIDIA が動画モデルコスモスをトレーニングの話題です。テクノロジー系のメディア404メディアが報じたところによると、半導体大手の NVIDIA が YouTube や Netflix の動画を大量にダウンロードして AI 動画モデルのトレーニングをしていたことが、漏洩した社内文書から明らかになったとのことです。この社内文書によると、 NVIDIA はコスモスというコードネームの AI 動画モデルのトレーニングを進めているようです。ちなみにYouTube や Netflix の利用規約では、著作権者の許可なしの動画のダウンロードは禁止されています。続いては、OpenAI がウェブカメラメーカーのオパールに6000万ドルを投資の話題です。ニュースサイト、ザ・インフォメーションは、OpenAI が高級ウェブカメラで知られるスタートアップのオパールに6000万ドルを投資したと報じました。OpenAI とオパールは、AI を搭載した消費者向けのデバイスの開発を計画しているとのことです。今回の展開は AI 技術の日常生活への浸透がさらに加速することを示唆していて、将来的に OpenAI の AI 搭載のハードウェアが発売されるかもしれません。続いては OpenAI が楽天との取り組みをブログで公開の話題です。 OpenAI と楽天は2023年8月に提携を発表しましたが、この度、OpenAI が両社の取り組みをブログで公開しました。ブログによると、楽天は OpenAI の AI モデルを使うことで、カスタマーサポートの応答を素早く行うことができるようになったといい、楽天市場で販売されている製品のレビューから重要なトピックを抽出し、レビューの要約を表示するシステムを開発しているといいます。その他、大規模言語モデルを切り替えて画像認識やファイル検索などを実行できる楽天 AI for ラクテニアンズという楽天の従業員向けのツールの UI を見ることができ、楽天は会社として高いレベルで AI を使いこなしていることがわかります。続いてはAI 制御の自律型ロボットが人間に虫歯治療の話題です。ニュースサイトニューアトラスが報じたところによると、ボストンの会社パーセプティブが開発した AI で制御された自律型ロボットが人間の虫歯治療を行い、人間の患者に対する全処置を人間の歯科医よりも約8倍早く行ったということです。治療はまず口の中を 3D でスキャンして歯の 3D モデルを作り、その後必要に応じてロボットが治療を引き継ぐといった形になります。ニューアトラスの公式 YouTube チャンネルでは、ロボットが歯の治療をしている様子を収録した動画が公開されています。この技術革新により、歯科治療の未来が大きく変わることが期待されています。なお、この動画で紹介した記事やツールなどのリンクは動画の概要欄に貼っています。
AI ツールに興味のある方は、ぜひ自分の手で試してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。